今、チャンネル登録者222人です。今年の目標が223人なんですよ。今、5時59分。6時になったら私、ショート動画を上げるんで、このショート動画でね、もしかしたら223人行くと思うんで、223人行くまでちょっと、待機してようと思う。あ、今6時になったね。今この状態で、あれされてるはず。なんだっけ。投稿されてるはず。この状態で、ちょっと待つわ。これ、矢印とか出ちゃう。カーソルが出ちゃう。あ、カーソル出た。こんにちは。これ私です。222。これ223人になるまで。ちょっとね、録画を回そう。223行ったら次の目標は、なんで223って言うと、2023年だから、さすがに2023人目標っていうのは、現実離れしてるから、真ん中の0取って223にしたんですけど、223行ったら次はね、背伸びして300かな。年内に300人。ちょっと背伸びして300人にしちゃおうかな。うん。223行ったらちょっと書き換えよう。で、今後はね、ライブ配信をやりたいんだよね。ライブ配信。動画も出したいけど、ライブ配信で活動していきたいんだよな。まあ、ドラクエかな。ドラクエ8、8。昔ね、ちょびっとだけやってたんだけど、結局、もう記憶にないね。最後まではクリアしてない。どこまで行ったんだったかな。ちょっと覚えてないんだ。本当に覚えてないぐらい。あれではない。ヤンガスだっけ？ヒゲの兄貴は、最初から仲間なんだっけあれ。なんかいたんだよな。ゼシカだっけ？ククールだったっけ？ここら辺の仲間は、仲間になったぐらいかな。あんま覚えてないな。まあでもそのキャラたちがいるってのは知ってる。そう。ってぐらいの知識しかないんだよな。だから、ほぼ初見プレイになるのかな。ほぼ初見のプレイ。今時珍しいんじゃないかな。この時代で初見って、ドラクエ8の。そんなことねえか。いやいや。まあ、やりたいよね。あとは動画の方は、ダークソウルだよね。ダークソウルは、今もうあれだな、王のソウルが4つ必要で、多分今もう4個揃ったよね。混沌の内部校で1個でしょ？で、4人の子が1個。で、あとなんだ？あとシースか。シースで一個。あともう一個なんだ。あれもう一個なんだっけ。シース。混沌の内どこシース。あとなんだっけ。混沌の内どこシース。やばい。マジで出てこない。混沌の内どこシース。あともう一人誰だった？キサンコ出てなかったっけ？やばい、出てこない。ちょっと待って、一回冷静になるわ。最初に、シーンのデーモンを倒したじゃん？
この後、次の採取場に行って、次何倒したんだっけ？マジで思い出せない。あ、あれだ。ゴズ？牛刀？ゴズのデーモン。その後ヘルカイトだっけ？赤い竜を無視して、あれだよな。なんだっけ？イノシシ。アーマードタスクって言うんだっけ？イノシシの方に行って、これであれか。アンドレイか。その後？この後月光町倒したんだっけ？ああ、そんな気がすんな。で、月光町倒した後、あれか。地下墓地の方行ったんだっけ？あ、思い出した。地下墓地で思い出した。ニトか。だから、混沌の台所、2と、シース、あといくらなんだっけ。あれ？これ最初出てたよな。マジで思い出せない。混沌の台所、2と、シース、あともう一人誰だったっけ。ああ、4人の候補か。だから、4個王のソウルがゲットできたってことでも、あれだね、王の器にソウルを満たすことができるところで。つまりもう、終盤だよね。確実に。中盤は抜けたよね。起承転結で言うともう、決に向かってるよね。転が終わったよね。決か、って感じだよ。決に行くまでに、やり残したことがあれば、やっておきたいっていう気持ちなんだよね、今。だから、ショートとか出して、ショートとか、番外編、一応、ナンバリングはつけずに番外編ということで、出してんだよね、最近。これもね、コメントに対応するっていうのもあるし、あとは、ダークソウルを終わらしたくないっていう気持ちがあるんだよな。クリアしたら終わってしまうじゃないですか。なんか周回を前提としたゲームらしいですけど。やっぱそれでもね、初めの一回一周目を終わらしちゃうっていうのが、若干ね、寂しさがあるよな。ラスボスを倒したら終わっちゃうっていう。この寂しさは、があるからな。なかなか進めらんないよね。てか次どこ行けばいいんだろうね、あれ。あれかな？なんだっけ？ウーラシールか。ウーラシール行けばいいんだな、多分次。あとあれか。なんだっけ？グウィンドリ。グウィンドリンとも戦ってないしな、まだ。そうだそうだ。で、グウィンドリンと戦う前に、制約のレベルを上げておきたいんだよな。だから、とりあえず次はあれかな。ウーラシールを攻略していって、攻略が終わったら、グウィンドリンの制約かな。一応ね、古竜の道だっけ？竜体石はゲットしたんです。竜の鱗マラソンして。何時間ぐらいだったかな？手持ちにもともと8個持ってて、1時間ぐらいかな？ 1 時間ぐらい周回して30個になりましたね。なんかもっと2、3時間かかると思ってたんですけど、そうでもなかったね。よかった。これも、動画にした方がいいのかな。一応撮ったんでね。
適当に、声はないですけど、適当に録画した、違う違う、適当に動画にしてみようかな。もったいないからね。もったいないおじさん。これでダークソウルが終わったら次は動画は、マインクラフトやっちゃう。マインクラフトな。こうなんか王道って感じですよね、マインクラフトって。ゲーム実況者っていうかゲーム配信者の王道というか、なんか YouTuber で言う、YouTuber っていうか、顔出して YouTube 撮ってる人の中で言う、メントスコーラみたいな感じだよね。ゲーム実況界のメントスコーラって感じだよね、マイクラ。やっぱ、せっかくゲームの動画を配信しているであればね、やっぱ、マイクラの動画は配信したいよね。ちょっと待って。OK。帰ってきた。ちょっとあれ。ちゃんと動画が投稿されてるか確認してきました。残念ながら、ちゃんと投稿されてましたね。投稿をしてから13分。現在。6時14分になりましたね。6時14分になったところ、登録者は未だ増えず。でね、視聴回数が4回だったかな 4回だったね。これあれかな？視聴回数も出しておく？あ、それ面白そうだな。ちょっと出すわ、今。ちょっと待って。よし。今ね、右側っていうか、登録者の右側に出てんのが、6時に上げた。ショート動画の、なんだ、リアルタイムの視聴回数。今、17分経って、まだ11回しか再生されていないっていうことですね。ショートフィードに載ってるね。ショートフィードに載ってるから、もしかしたら、これから数字が増えるかもしれない。バツバツと。そうすると、どれぐらい増えてくれそうな気がするんですけどね、登録者が。なんで、多分、1時間以内、で7時になるまでに、視聴回数が、500回ぐらい行けば、1人ぐらいは増えると思うんですよ。500回ぐらい行けば。で、500、一回行くまでは、とりあえず、喋りっていうか、録画し続けるわ。ショートフィードっていうところ、多分これショートフィードっていうのがあれなんだよね、多分。ショートをこうさ、スワイプしながらみんな、皆さん見るじゃないですか。私もそうなんですけど。そこにスポンと出てくるっていうことだと思うんだよな。あえて私のチャンネルからショートを見るんじゃなくて、スポンスポンスポンって、スイッスイッスイッってやった時にこう、スパッて私のショートが出たっていうことだと思うんだよな、このショートフィードって。92.3%ってことは、13の92%っていくつだ？ 10% が1.3だから、ほぼだよね。ほぼほぼ13回視聴のうち11、2回はもう全部その、スポンって出てきた人が見てるってことだよな。今回ね、6秒にしたんで、ショートの動画の長さを見やすくなってると思うんだけどな。ちょっと伸びが悪くなったね。13回から。見てないね。スピードに乗らなくなっちゃったかな。もうちょい頑張ってほしいんだけど。
もうちょい頑張ってほしい。あ、乗ってないな。多分これ、この、ちょっと矢印失礼します。ここが多分各60分間ってことで、このバーがね、左にずれるごとに1分経過したっていうことだと思うんですよ。これ、出てこないか。あ、ほら。16分から、これ切れちゃってますけど、17分のうちに3回視聴されてるんですよね。で、今、6時20分。なんで、18、17、18、19、20って0回視聴なんだよな。これ厳しいですよ、結構。もう見られてないってことですかね、これ。ほら、また見られてない。まずいな、これ。見られてないことには始まらないですからね。これやばいな。でも どうしようもないですからね、私には。もう、Google さんの方でね、これは良くない。もうショートフィードに上げるのはやめようっていうことだからね。あ、ちょっと、どうしたんですか、これ。今見ました。上位のトラフィックソース、一つ項目が増えましたね。YouTube 検索。どなたかが YouTube の検索で私のショートを見たということですね。もし仮にね、YouTube の検索で三角コーナーと入れて検索している、くれていたのであれば、これはとても嬉しいですね。非常に。まあ、きっと違うだろうけど。ダークソウルとか言って調べたのかな、きっとね。これはまずいですね。流れが良くないね。いや、でもまだ投稿して20分だからね。ここで爆発的に来るような人は多分今200人なんて弱小なわけないからね。もう1時間は絶対粘るよ。1時間は。大丈夫、大丈夫。慣れてる、慣れてる。待つの慣れてるから。待ち合わせとかもね、私、待つの慣れてるから。待たせるよりね、相手を待たせるより待つ方が好きだからね。大丈夫、大丈夫。まだ平気。まだなんとかなる。まだ大丈夫。まだ大丈夫って言っとかないとね。メンタルがやられてしまう。ちょっと待って。よし。ただいま。6時23分。視聴回数に変動はなし。非常に、状況としては良くないですね。まあ私のメンタル的にはまだ全然余裕というところです。でね、マイクラ動画上げるとしたら、あれだよね。企画が大事だよね。一本目が絶対大事だと思うんだよね。マイクラ動画を上げるとしたら、確実に一つ言えるのは、初見プレイっていうのは絶対に伸びないよね、もう。まず、初見、完全な初見じゃないしね。勝手はわかるし、わかんないことといえば、最近のアップデートで追加されたアイテムだったり、っていうのだけだからね。それ以外はなんとなくわかるから、ゲームプレイっていうのは無理だよね。あ、1個視聴増えた。ありがとうございます。14回。この方が登録してくれたら、ここで企画終了ですが、これはまだしてなさそうですね。一向の余地ありというところでしょうか。そう、それでマインクラフトは、あれかな。企画が大事だと思うんだよね。第1本目の動画が。それで、きっ
とそこで伸びるか伸びないかっていうのを皆さんは判断すると思うんです。だからこの1回目、初めては、ものすごく大事にしたいんだよ。初めてを大事にしたいんだよ。で、どっちかっていうと、建築系だよね、やっぱね、マインクラフトって。クラフトだからね。クラフトしていくべきなんだよな。で、どういうものをクラフトしていこうかっていうところなんですけど、今一つだけ考えてんのが、あれなんですよね。道。道を作ろうかなっていう。どうですかね。っていうのは、やっぱ建物を作るにもまず、道からだなって思って。道を開拓してって、そっから建物を作るみたいな。ただその建物を作るっていうのはおまけみたいなもんで、あくまでもコンセプトは道を作る。そういうマインクラフトどうすかね。道を作る男みたいな。それを一個考えてる。道を作るマインクラフト。だから、縮めて言うなら道クラだよね、道クラ。道クラどうかな？伸びそう、道クラ。再生数5とかだったらもう本当に泣いちゃうけどね。道クラ作ってみようかな。道から始めるクラフト生活みたいな。道クラ。これを今ちょっと温めてる。どういう切り口で進めていこうかっていうのを一個アイデアとして温めてる。で、やっぱね、投稿頻度っていうのもあるから、一応ダークソウルが終わってからやろうかなとは思ってんだけど。だからまだまだ全然、先の話だね。とりあえず春は超えるね。夏に差し掛かるか差し掛からないかぐらいで、やってみようかやってみないかって感じ。あ、一人増えた。視聴回数ありがとうございます。この方が登録してくれれば、そこでこの企画終了。222から変動はあるか。なさそうですね。ありがとうございます。企画続行ということでね。なんで、マイクラ、まあ一応いろいろは考えてますよっていうことを喋りたかったんだよな。マイクラね。で、あ、そうだそうだ。もう一個マイクラで懸念してることが、あのね、モッドっていうのは多分入れらんないと思うんだよね。モッド。モッドって何の略かわかんないけど、モッドが入れらんないんだよね。で、今モッド入れないで体制取ってるマインクラフトってあるのかな？なんか大体がさ、それこそ建築とかだとさ、あの影モッドとか入れてるよね。シェーダーっていうの。どうしてもね、映えるように動画がね、動画映えするようなビジュアルにするためにね、やっぱ、なんだっけ、影モッドって入れるはずなんだよね。だから入れてない人で伸びてるのがあればいいんだけどね。いや、むしろあれか。入れてないっていう、レアリティというか、入れてないという付加価値が必要かもしれない。今のマインクラフトを生き残るためには。で、入れずに行こう。まあ多分スペック的に入れると面白、なんか、カクカクになっちゃいそうだから、あと単純に入れ方もよくわかんないし。そうこう言ってるうちに視聴回数が1個増えたね。ありがとうございます。この方が登録してくれればそこで企画終了なんですが、どうでしょう。登録はしてくれてなさそうですね。ありがとうございます。と言っていたらもう1個視聴が増えましたね。ありがとうございます。この方は多分この他の YouTube 機能から
来てくださった方ですね。その他の YouTube 機能というのが私よくわからないんですが、おそらく、今回登録チャンネルのところに通知として出すという設定にしてるんで、おそらく私のチャンネルを登録してくださってる方が視聴してくれたのかなと思います。いつもありがとうございます。ちなみに、時刻は現在、6時30分。投稿開始から30分が経過したところです。ちょっと今、マインクラフト調べてみるわ。どういうあれが、あれ、市場調査。どういう系統のものが人気なのかっていうの。わかんない。私のおすすめに出てきたのだと、建築というよりあれかな。やっぱモッド系かな。モッドとか、効率を重視した装置みたいな。あとは、解説だね、やっぱ。追加コンテンツ。アップデートで追加されたコンテンツの解説的なものが入ってるね。あとは、あれか。あと、あれだな。最近流行りの AI。AI に聞いて、なんかいろいろやってみるみたいな。ああ、そういうのが多いね。でも、建築をしている人もいるな。やっぱあれだな。初回はインパクトが大事だね。インパクトが。だから、なんだろう。とにかく派手派手な感じだよね。ものすごい大きい建築とか作ってみようかな。ものすごく広大な大地を、に道を敷いてみたみたいな。あ、それいいかもしれないな。ものすごい引きの絵で、草原なんだっけ、普通のノーマルなバイオーム、なんていうのあれ、ハラッパバイオームっていうの、ここに、なんだっけ、あれ、引きでね。あ、でもあれか、引きで取るのって、あ、ブロック積めばいいのか。ブロック積んで引きで取ってね、ビフォー、アフターみたいな、二つ画像を並べて、サムネイルの話ですよ。二つ画像を並べて、それで、こっからこう、道を敷いた結果みたいな。あ、これいいな。だ、それをやるためには、ものすごく壮大な道を作るべきだよな。ただ建築はしたくないんだよな。だってそこで建築しちゃうともう、私、シリーズ化できないしな、その動画。一本で完結しちゃうからな。道を敷き終わるまでか。敷き終わるまではやってもいいのか。って言ってもあれだもんね。広大だからね。マインクラフトってね。だから、なんだろう。決してね。あれしなくてもいいと思うんだよな。自分でね、区画を決めて、そこだけで終わらすって決めなくてもいいと思うんだよ。とりあえずあれだね。動画映えする、サムネ映えする大きさの道を作ればいいんだ。そうだな。それで道を作ってみた結果っていう。ああ、それいいな。この案でいこうか。その動画を第一動画とする。それでいこう。ちょっと話に夢中になってたら、登録者222人と視聴回数22人が揃えましたね、これ。これは吉兆か？これは吉兆の予感。そろそろ来るかもしれない。現在6時35分。登録者未だ増えず。
上位のトラフィック増数。項目が1個増えましたかね？チャンネルページ。お、チャンネルページか。なんで、きっとこれは、おそらくですけど、私の他の動画、もしくはショートを見て、今回6時に上げた動画じゃない、ショートじゃなくて、他のショートか動画を見て、実際に私のチャンネルページに飛んだ方が、ショートのタブから、このショート動画を見たとってことですね。ありがとうございます。この方がね、もしかしたら、登録してくれたらね、よかったんですけどね。惜しかったね。あと一歩ってとこでしたね。チャンネルページになんか、ソチャでも置いとけばよかったかな。お茶菓子みたいなね。まあ、そんな機能ないんですけれども。視聴回数が24。2回増えましたね。前回の報告から2回増えました。ありがとうございます。と、おそらく、ショートフィードからの視聴の方だと思います。なんで、どちらかというと、新規の方だと思うんですよね。ショートフィードから見てくださる方は、新規の方もしくは、いや、新規の方でいいか。新規の方かもしくは、最近私の、動画かショートを見た方だと思うんだよな。それで、多分、Google さん側が、あ、お前、この間こいつの動画見てたろ。これ新しいの出てんぞ。っていうことで、フィードにおすすめとして出してんだと思うんだよね。その方たちのお眼鏡にかなえば、チャンネル登録者数が増えるんですが、どうやら、お眼鏡にはかなわなかったと。いやいや、君はまだまだ、まだ余力を残しているだろう。登録するにはまだだよっていうことですね、きっとね。もうちょい頑張れば登録してあげるよっていう。伸びしろを感じ取ってくれたのかもしれないですね。お、26。再生回数が26回を突破しました。おめでとうございます。現在6時37分。登録者は未だ増えず。そうですね。私の予想としては、7時までに、500回行けばとか言ってたよね、さっきね。多分これ行かないね。500はちょっとあれだね。欲張りすぎだよ。欲張りすぎ。だからまあ、あれかな。時間では行かないかな。ちょっとね、雲行きが怪しくなってきたね。てかまあ最初から雲行き怪しいよね。この。だって見てない時間帯があるもんね。空白の時間がね。まあ、厳しいかな。7時までに登録者が1人増えるっていうのは厳しいかもしれないな。いや、厳しいだけだよね。諦めてないからね。って言ってももう祈るしかないんだけどね。特に私からアクションを起こして、なんか、プラスになるっていうことはないんですが、とりあえずあれですね。祈るしかないですね、ここ。大丈夫、大丈夫。多分大丈夫。ほら、一個増えたもん。再生回数。多分大丈夫。まだ焦ってない。私はまだ焦ってない。大丈夫だ。問題ない。そうだね。あ、やばいな。MacBook が、なんか、うわーんって言い出したな。これまずいぞ。まだ 録画開始してから40分しか経ってないんですけど、おかしいな。悲鳴を上げてるな、MacBook が。なんでだ？あれかもしんない。MacBook のキーボードの上に、いろいろメモ帳とか落ちたわ。排熱が良くなかったのかもしれない。その MacBook をモニターに一個モニターくっつけて、で、キーボードを Bluetooth でつなげて、マウスもね。で、今運用してるんですけど。だからどうしてもね、この MacBook のキーボードの上が、ちょっと物置みたいになっちゃうんですよね。だからメモ帳とか軽いものをね、ボンボンボンって置いちゃうんですけど、そのせいでもしかしたら、
悲鳴を上げてるのかもしれない。置かないでくれと。私の上にそんなものを置くなと。MacBook が言ってるのかもしれない。視聴回数28回を突破しました。ありがとうございます。現在6時40分。登録者は未だ増えず。まだまだ、お前はまだまだ話せということでしょうか。皆様からの激励のメッセージということでしょうか。激励のメッセージ、ビシバシ届いております。まだまだ私喋ります。ありがとうございます。でね、最近ね、あれなんだよね。新しいモニターが欲しいんですよね。っていうのも今、厳密に言うとモニターじゃないんですよね。MacBook に繋いでるやつ。テレビを繋いでるんですよ。で、このテレビがね、なんかやっぱさ、モニターってちょっと違うじゃないですか。ものによって。なんかやっぱね、明るすぎるんですよね。明暗がはっきりしてるっていうのかな。明るすぎるけど、暗いところがマジで暗いみたいな。なんでダークソウルとかやってると、マジで先が見えないんですよね。ほんの少し暗いところ。だマップで言うと、あそこなんだっけ、ショーロンド遺跡とか、マジで見えないあれ。一寸先は闇ですよ、あれ。本当にマジで。で、編集してね。編集するときは、MacBook 上とテレビとして使ってる、まあテレビか。テレビで見比べるんですよね、一旦。この明るさがどうかっていう、見え方の違いっていうのを一応把握しておきたいんで。明るすぎるとほら、目が痛いかなとか、暗すぎると、いちいちね、画面の明るさを上げてみんなめんどくせえよってなるじゃないですか。だから、一応その見比べるんですよ。MacBook 上の動画内の明るさと、私が今使ってるテレビでの明るさ。で、テレビでの明るさで明るさを調整すると、Mac の方で見るともう、しらっちゃけちゃってね。見やすいかもしれんけど、雰囲気が出ないんだよね。ゲーム内の。ショーロンド遺跡なんて、どっちかっていうとこう、ポップではないじゃないですか。不穏な空気。次の採取場が暖かさ、空間の暖かさが、雰囲気が、まあ、例えば10だとしたら、ショーロンド遺跡っていうのは、2ぐらいだと思うんですよ。空間の明るさ、気持ち、メンタル。そこにいる住民のメンタルみたいなのが、2なんだよね。明るさゲージが2。そんな中ね、しらっちゃけた映像を見せられてもね。まあなんだろう。ショーロンド遺跡が怖いっていう人は、もしかしたらそっちの方が見やすいかもしれないですけど、私のチャンネルの視聴者さんって、男性しかいないんですよ。ありがたいことに男性しかいないんで、多分、ショーロンド遺跡を怖いっていう男性は、あんまりいないんじゃないかな。その年齢層もね、18歳から上、で、まあ、20、30代ぐらいの方が、大半なんで、20、30代の方、まあ、一言で言えばアラサーですよね。アラサーの男性が、ショーロンド遺跡怖いってなかなか言わないなーって思って。じゃあまあ、しらっちゃけないで、いわゆる普通の加工前の明るさでいいじゃんっていうね。何の話してたんだっけ？あ、そう、モニターが欲しいって話だよね。モニターが欲しいという話をしている間に、視聴回数が33回を突破しましたね。ありがとうございます。現在6時45分。登録者は未だ増えず。なかなか厳しい戦いになってきたのではないでしょうか。厳しいというのはですね、MacBook の話ですね。先ほどより音が、フワンの音が大きくなってきましたね。
ちょっと一旦私静かにしますよ。あ、よかった。まだね、マイクの方には入ってないですね。これがマイクが、このゴーっていうのを拾い始めるともう、やばいですからね。まだまだ余力を残しているぞと。これは武者震いだというところでしょうかね。MacBook の武者震い。で、なんだっけ。そうそうそう、モニター。いろいろ話飛びましたけど、モニターを買いたかったんだよな。で、私実はね、PS5 を持ってるんですよ。PS5、どうせ買うならね、PS5 に対応したモニターがいいかなって思ってるんですよね。対応したっていうのは、フレームレートの話で、確か、結構すごいフレームレート出せるんでしたよね、PS5 って。140Hz だっけ？なんだっけ？ 120?140 だっけ？ちょっと調べるわ。PS5。フレームレート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 。あ、ごめん。120か。120fps。140ってなんだ？ 120fps ですからね。相当ヌルヌルになるんじゃないかなっていうことですよね。120fps。1秒間に120枚の画像が表示されるってわけですもんね。相当だよね。今まで私の動画は 60fps なんですけど。あ、わかんない。本当に60かな？私は60のつもりで撮影してるんですけど、60かな。まあいいや、今までは60なものが倍になるわけですからね。120。相当ヌルヌルなんじゃないかなって思うんだよな。そう、だから、その、対応したモニターが欲しいよねっていうお話なんです。ただあれかな、だいぶ前、入手した当初ぐらいにモニター買おうか検討してたんですけど、その時あんまりね、その対応してるモニターが、なんか数個しかなかったんですよね。PS5 をやるならこれかこれみたいな。120fps 出すならこれかこれみたいな。なんかね、選択肢がなかった気がするんですよね。それが今、どれだけ増えてるかって話ですよね。なるべくパフォーマンスは最大に出したいけど、なるべく安く済ませたいんですよね。でもモニターって本当にこだわり始めるとキリがないじゃないですか。その値段的な意味で。なんだろうな。欲を言えば、本当に欲を言えば、1万円ぐらいで欲しいんですよ。1万円で売ってるとは思えない。1万円で売ってるとは到底思えない。多分10万ぐらいなんじゃないかな。相場というか、10万ぐらいからだと思うんだよね。なんならエントリーモデルみたいなのが10万から。でそっから、10万と20万の間をこう、なんか、あれ、ワニワニしてる感じだと思うんだよな。だから、もう少しかな。これは、その、なんだろう。なんでもない日に気軽に買えないですよね。私の場合。何か、例えば達成した時とか、達成感を味わった時に、ご褒美的な意味で買ってあげたいですよね。だからあれかな。一つ目の節目としては、ダークソウルの実動画
が完結したらっていう節目があるね。これかあと登録者が、100人行った時とか、こういう節目で検討しようってなるよね。だから、まあ、あれかな。300人かな。300人行った時くらいに、多少検討しようかな。買うかどうか。そしたらね、PS5 のソフトの動画も出せますしね。PS5 だと最近、てかプレイステーションか。で、最近気になってんのは、あれかな？なんだろう。グランツーリスモとか。やったことないけどね。なんかすごいリアルだったんだよな。そのやってる人の見たら。あれも気になるし、レースゲーム系ね。やったことないんで、マリオカートぐらいしかないんだけど。あれ気になるね。あとはね。あとあれじゃない？仁王とか。あれもいわゆる死にゲーですよね。ダーク、ソウルライクって言っちゃっていいんだっけ？ダークソウルっぽいゲームですよね。仁王。あとなんだっけ？エルデンリングか。エルデンリング、あそこら辺も気になるよな。なんでまあ、モニターを買った記念で、ここら辺の動画、ゲームの動画も上げたいかもしれない。上げたくなるかもしれない。まだガイドラインとか確認してないから、動画にできるかわかんないですけど。ここら辺をやりたいよな。PS5 だと。あとあれか。PS5 なら、っていうか別に PS5 じゃなくてもいいのか。あれができるね。モンハンが。ライズか。ライズだったら、スイッチでもできるもんな。てか、ライズってスイッチが最初か。最近、プレステでも出たもんね、ライズ。っていうことは話題性は意外とあるよな、ライズ。モンハンを手出すのもありですよね。これはまあ、モニターに限った話ではないですけど、モンハンに手を出すのもありだな。モンハンやったことあります？皆さん。私はモンハンはハンマーを使いますね、ハンマー。あれがめちゃめちゃね、ハンマーが多分一番扱いやすいんじゃないですかね。操作とか超楽で。チャージアックスとか、私絶対無理だね、あれ。なんかいろいろ変形するじゃないですか、あれ。あれ、チャージアックスだっけ？スラッシュアックスだっけ？なんか、片手剣モードと斧モードみたいなのなかったでしたっけ？ああいう使い分けがね、私できないんですよ、きっと。なんで、ずーっとハンマーを使ってますね。ワールドから。PSP で出てたじゃないですか。セカンド G。セカジの時はタッチばっか使ってたんですけど。そうだな。セカジから始めてタッチだね。で、その次サード。サードだよね、あれ。PSP で出てた、ジンオーガが、表紙にいたやつ。パッケージにいたやつってサードですよね。サードは、あれを使ってた。スラッシュアックス。スラッシュアックスでブンブン振り回してたね。なんか8の字型になんか振り回すやつなかったでしたっけ？モーション。その場で。あれをずっとやってたね。ただサードはね、マジ途中でやめちゃったからね。発売当時買ったんじゃなくて、発売してからもう数年経ってた後ぐらいに、なんかやってみたいなって思ってやっただけなんですね。なんか個人的に、一人でやれないんですよね。一人で黙々とやれないんですよね。モンスターハンター。やっぱマルチでね、誰かとやりたくなっちゃうんで。やっぱ始めたのが、一人で始めると、なかなか進まんすよね。だからまあ、ちょっと危ないよね。ライズの
動画出そうかなって思ってるけど、一人で始めるのは危ないよね。まあでも、あれか。動画投稿しようっていう目的があれば、続けられるかな。可能性はある。続けられる可能性はありますね。まあそこら辺は、おいおいというか、なんというか、多分、ね。ちょっと言葉が出てこないけど。あ、みんな見て。あれ、視聴回数のバーがちょっと小さくなったね。これなんで小さくなったかっていうと、バーって多いところが基準になるんですよ。長いところが。なんで今、この、ちょっとカーソルが失礼しますよ、今。これ、あ、ごめん、こっちだ。あれ、どこ行った？これ、この6時54分からの1分間で7回見てくださる人がいた。7人の勇者がいたと。6時54分に7人の勇者がいたんですよ。で、ここの7人の勇者にみんなは合わせられちゃうんですよね。その合わせられた結果、ちょっとグラフが小さくなったってことです。7人の勇者は、あれですね。勇者の剣を抜きには来なかったってことですね。勇者の剣を。惜しいな。ただいまの時刻は6時57分ですね。7時まであと3分といったところです。視聴回数は70回を突破しました。ありがとうございます。未だチャンネル登録者増えず。まだまだ話し続ける。お貴様はまだまだ話し続けるということでしょうか。ちょっと一旦待ってね。いや、暑いね。暑いんですよ、この。暑い。マジ暑い。なんで暑いかっていうと、ライブ配信してる時とか、私結構暑いって言ってるんですけど、なんで暑いかっていうと、暑いんですよ。締め切ってるし、音がね、外の音がマイク拾わないように、ちょっと、ガードしてるんですよ。私という空間を。私の空間をガードしてるんですよ。現在6時59分。チャンネル登録者223人来ました。ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。あ、実は初めて増える瞬間に立ち会ったんですけど、え、こんな嬉しいんだ。え、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。今後はね、年内、300人はちょっと言い過ぎかな。年内300人は言い過ぎ ?5、6、7、8、9、10、11、12。あと8ヶ月だもんね。8ヶ月で、プラス77人はきついか。さ、8ヶ月で77ってきついよね。1ヶ月10人単位か。1ヶ月10人相当いける？いや、無理だろ。まあ、次は250人かな。次は250人の節目で、もう一度これをやってみようかな。って思います。やべ、めっちゃ嬉しいの、これ。これこんな嬉しいんだな。え、めちゃめちゃ私の動画に関係ない話なんですけど、密かにね、推してた YouTuber さんが最近、あれなんですよね。まあ、具体的な数字言うとバレちゃうんで、あんまり言わないですけど、詳しいことは。だから密かに推してたゲーム実況者の方が、最近ね、登録者が気のいい数字になったんで、あ、すごいなって思ってて。で、私もね、ちょうど見てみたら、あと一人で気のいい数字行くなんて思ってね、ちょっと、
パクリというか、まあ、ほぼパクリですね。ちょっと乗っかって私もこういう動画を作ってみたという次第です。今回の動画はね。ありがとうございました、皆様。223人の皆様。今後ともね、適当に動画を出していくんでね。本当に暇な時でいいんで、暇な時覗いてみてください。それでは、お疲れ様でした。